おはようございます。のりまるです。今日は2018年11月の29日木曜日ですね。今時刻は朝の6時12分です。今朝も朝のチャート観察行ってみようと思います。よろしくお願いします。昨日の続きなんですけども、これドル円の今冷やしですね。下からの押し目買いを疑っていたところ、あと天井圏、このネックラインですね、4時間足レベルの 113.66、この辺りに注目。あと、日足レベルの切り下げですよね。日足の押し目買いが入りやすい部分から、押し目買いが入っていって、高値、この切り下げにあたって今ちょっとね、日足レベルの陰線が出てるっていうところです。ここまでね、想定通りというか、チャートに忠実に動いてきている状況はあるので、この4時間の切り上げですよね。この切り合いから一旦こう強い上昇が出ていたというところと、114円、ないし、その少し上、この目標を達成した状況で、かなり売られやすい場面にはいるというところですね。ちょうど今、移動平均線に当たるような位置に差し掛かってきているところで、最終的にこの押し目買いが入っていく、4時間足レベルの、ね、押し目買いが入っていく、行きやすい場面ではありますけれども、でこういった一つの目標ですよね。日足の切り下げだったりとか、戻り高値だったりとか、以前こう天井圏で揉み合った位置とか、そういった位置に差し掛かってきたっていうところで、この、先週から、ね、始まったこの日足レベルの押し目買い、この上昇は、この辺りでね、一旦横の動きないし、トレンド転換を、ね、起こして売られやすい場面にはなってくるかなというところだと思います。はい、で自分はね、差し値114円に入れていたので、これはね、もうすでに決済されて、利確している状況です。でここで、ね、1時間足で、見てみるとこんな感じですね。でじわじわこう上昇してきた流れからストンとね、かなり、強く売られていて、今現状この、ネックレーンを抜いていった起点の値段ですよね。これが昨日28日日中の値動きで、ここで、レジスタンスされていた状況があったんですよね。4時間のネックライン、ここですよね。ここのライン上、レジスタンス直下、抵抗体の下で揉み合いをしていて、そこを抜けてったっていう値動き、その起点となった値段ですよね。で現状こういったところで、止まってはいるというところなので、さっき見たようにね、4時間の押し目買いが入りやすい場面にはあるわけですけども、これだけ強く売られてくるとね、上がってくるとこういった高値が意識されて再度強く売られやすい、短期足レベルでも、トレンド転換をして、修正波に向かいやすい場面っていうのはね、事実として今チャート上に現れているっていうところだと思います。で現状、こういったヒゲの先とか、ここで揉み合いを作った位置と、いうのがあるわけなので、ここの部分を明確に下抜けてくると、本格的な、修正波、4時間足レベルの、ねトレンド転換が出てくるというところなので、ひとまずはここからの押し目買いというところと、高値、まで到達した際の売りというところにね、注目していける場面かなというふうに思います。おそらくね、上手い人というか、早い人は、ここからショートを打ってくる場面だと思うんですけども、仮にここから、かなり売られやすい場面ではあるわけですが、4時間のね、流れが今現状上向いている、日足レベルの押し目買いが入っているという状況なので、もう一回、こう押し目買いが入ってくる可能性がかなり高いんですよね。なので、もちろんショートを打っていて、最終的にここからトレンド転換が疑える可能性は高いんですけども、これ、長期の流れで見ると、上位足の流れで見ると、逆張りになるわけなので、逆張りの選択肢としては、この強い売り、一瞬の売りを取って、すぐ、撤退するっていうのが、セオリー、理想ですよね。これはもう過去にもね、効率的な逆張りというところでね、何度もお伝えしていることなので、詳しくは割愛しますけれども、売られやすい場面からの逆張りというのはね、一つこう強い陰線だったり、強い値動きが期待できて、
まあ、一瞬でね、まあ、数ピプス、数十ピプス、まあ、獲得できるチャンスっていうのは、まあ、多々あるので、まあ、そういった場面、だったかなというところですね。で、まあ、もちろん安全なのは最終的にこの大きい流れの、まあ、押し目買いが失敗したこういうところになってくると思うんで、まあ、抜けていった抵抗体をね、再度抜き返す、トレンド転換をしていくような流れだったり、こういったところで抜けていって、さらにこれレジスタンスされた、まあ、強い売りに変わるところだったりっていうところをね、まあ、この先は狙っていく展開にはなるのかなというふうには思います。はい、もちろんね、もう一つの可能性として、これがまあ4時間の押し目買いなので、ここから再度ね、高値を抜いて、この日足の切り下げも上抜いて、この下の週足の切り下げ、切り上げ、週足切り、日足の切り上げと上、抵抗体との持ち合いを上に抜ける可能性も全然あるわけですけども、まあね、前々から繰り返しお伝えしている通り、今現状は高い位置まで来たらかなり売られやすい場面にはなってきていると思うので、この日足の切り下げ、この4時間のネックライン等が意識されて、まあ、やはりね、1回こう下の方に売られてくる可能性は、まあ、かなり高いかなと。で、4時間の、まあ、トレンド転換、この現状113.1円付近ですよね。まあ、売りが始まったとすると、まあ、こういったところまでね、まあ、下がってくる可能性は高いのかなと。まあ、それを見たとすると、今現状の時点から、まあ、60ピプス、ここからまあ押し目買いが入ったとして110円、4円、再度ね、この高値をチャレンジしに行くとすると、まあ、90ピプスぐらい程度のね、値幅が、まあ、期待できる可能性があるので、こういったところの売りっていうのはね、まあ、優位性が高い、高くなる可能性は出てくるかなというところだと思います。で、この押し目買いが失敗する場面っていうのはね、まあ、ダブルトップを作ってきたりとか、まあ、3ゾーンを作ってきたりとか、まあ、トレンド転換のね、まあ、チャートパターンっていうのも、まあ、疑える、まあ、以前作ったこんな形ですよね。まあ、こんな形っていうのを、まあ、イメージしやすい場面なのかなというところですね。で、今、11月の29日、もう月末に差し掛かっていて、まあ、来週明けてくると、まあ、12月、まあ、いよいよ今年もね、最終の月になってくると。で、月の終わりっていうのはね、まあ、取引量が低くなってくるとか、また年末に向けて、多くの投資家が年末休暇に入るとか、ということで、どんどんね、取引量が小さくなってくる可能性があるんですよね。それに伴って、まあ、横の動きをしたりとか、まあ、突発的な上下の動きとかしやすい場面にもなってくると思うので、まあ、それだけは一つ考慮してね、まあ、この先は、まあ、月末の動き、まあ、年末の動きっていうところで、まあ、端的に言ってしまえば極端なトレンド転換、今のこの切り下げ、切り上げ、日足、週足レベルで見た時のね、そういった流れ、での、まあ、動きっていうところにはね、やっぱり注目していきたいなというところだと思います。そんなところですかね。まあ、15分足、ドル円の15分足、これだけ強く売られてるんでね、なかなかこういった戻り高値だったりとか、例えばこの売られてった、現状の高値114.035とか、これを超えていくのは現時点では、まあ、かなり厳しいというところですね。まあ、それはここが、まあ、一つの、まあ、目標として見てる人が多い。例えば日足の切り下げだったり、4時間のネックラインだったり、天井圏だったり、っていうところを見てる人が、まあ、多いというところですね。結局相場は、まあ、売りと買い、まあ、2つのポジションしかないわけで、まあ、上がるか下がるかを、まあ、ある意味予測していくわけですけども、ここまで来ると、まあ、売り方が増えてきた、まあ、事実としてはそれだけですよね。で、その事実っていうのは、過去のチャートをこういったところで、まあ、その兆候は見て取れると。その意識がまあ傾いていったので、こういったところは、まあ、売られやすい心理状態になったっていうところですね。ただし、まあ、日足4時間レベルの、まあ、押し目買い、下から買っていく勢力っていうのが、いるわけで、そことの攻防が、まあ、この辺りで起こりやすいと。なので、まあ、今日日中はね、おそらくこの113.5円付近から114円付近の、まあ、この辺りで、まあ、動いてくるようなイメージ、今日が木曜日ですけども、木曜日、金曜日と、見ていける展開にはなるのかなというところですね。
で、それを考えると、このドンと売られてきた流れの、まあ、戻しが入りやすい場面、っていうのも、まあ、想定しやすいので、このと4時間日足の抵抗体ですね、113.66、この辺りに注目して、まあ、見ていきたいなというところだと思います。仮にまあ短期足レベルでも、まあ、トレンド転換をしてくるような流れがあれば、まあ、1回の戻りを作りやすい場面だと思うので、そこを狙った短期足レベルの4時間のトレンドフォローですね、押し目買いっていうのはまあ十分狙っていけるでしょうし、ただ、まあ、上がってくると、まあ、相当売られやすい展開にはなると思うので、まあ、メインの長期足の流れとして、メインの戦略としてはやっぱりね、高い位置から売るっていうところを待った方が、より優位性の高い安全なトレードにはなるかなというところだと思います。今の流れから、まあ、高値目標到達した状況なので、まあ、こういった位置からはね、この押し目買い、もちろんね、順張りトレンドフォロー、この押し目買いは、まあ、優勢が高いんですけれども、もう現状、まあ、高値いっぱい、まあ、抵抗体、かなり強いね、上位足の抵抗体に接近してきている状況なので、まあ、トレンド転換を疑った、まあ、売り、長期の流れから言うとね、まだまだ逆張りではあるんですけども、そういった部分が出てくるところというところはね、認識して見ていくのがいいかなというふうに思います。はい。で、これ、冷やし、ユーロドルですね。ユーロドル、まあ、昨日の流れで、この4時間の切り下げが出てきたところだったんですけども、これちょうどね、ツイッターでつぶやいたところなんですが、1.127、この辺りですよね。以前この部分でドーンと売られてから4時間、1時間足レベルのトレンド転換をしていった。部分ですね、まあ、ネックライン、底値圏ネックライン、こういったところに、まあ、戻り売りで、ズドンとかなり強く売られてきたっていう流れなので、ちょうど自分はね、この辺りで、まあ、たまたまいいところで売れたわけですけども、これね、ツイッターで見れば分かると思います。まあ、トレンド転換を疑えるところ、まあ、強く戻りそうなところ、ここまでね、日足4時間足レベルでこう強く売られてきたんですけども、まあ、移動平均線剥離している状況だったり、っていうところがあって、まあ、反転をしやすいところかなっていうところですね。あと、これなんか需要指標があったんですよね、おそらく。まあ、それと重なって、この4時間の現状、切り下げをブレイクして戻り高値まで一瞬で到達したっていうチャートになってます。で、ここを短期足で見てみると、こんな感じですね。4時間日足のこう大きい戻り売りから、こういったね、まあ、切り下げを作ってきていて、大きいトレンドの中の、まあ、急激な小さいトレンドですよね。あと、まあ、今週の初め値、先週の終値、あたりのこう抵抗体1.133、このあたりを下に抜けて、短期足レベルの強いトレンドが出てきたところなんですけども、4時間日足の、まあ、抵抗体付近でこう横の動きをして、そこでまあ底を作って反転していったと。なので、まあ、こういったところもね、まあ、効率的な逆張りとして、まあ、当たりをつけやすい場面ではないかなというふうに思います。はい。で、現状4時間の切り下げをブレイクしてきている状況はあるので、これ何を狙いたいかというと、まあ、下がってきたら今度はね、押し目買いを狙っていきたいですよね。で、今現時点で4時間足レベルのまあ戻り高値、付近にいるので、ここからは今ね、大きい流れでの戻り売りが入ってきやすい場面ですけども、例えばこういったライン、これが1.133ですよね。今以前からかなり意識されてたところ、あと、まあ、切り板1.13だったり、まあ、そういったところまで値が下がってくると、まあ、押し目買いが入りやすい場面ではだと思うので、まあ、そのあたりに、まあ、当たりをつけて、この先は見ていきたいっていうところではありますけれども、まあ、今日木曜日、金曜日と、まあ、週末、月末の動きなので、まあ、小幅な動きになったりとか、まあ、このあたりでね、大きい動きをした後は、まあ、横の動きをしやすいっていうね、チャートの特徴もあると。まあ、理由としてはね、結局大きい動き出しをするっていうことは、ここまでに、まあ、日足4時間とかで売っていて、
売っていた人たちの、まあ、利確が入りやすいところか。あ、まあ、利確が入るってことは結局、この戻り高値、にね、損切りを置いてる人が、いて、その利確が、大量に入って結局逆転して買いのポジションになったとか、まあ、そういった心理状態が働きやすいところですね。まあ、トレンド転換の特徴だったりとか。で、それがある一定入ってくると、もちろんここはね、冷やし4時間の目標だったり、するっていうところ。で、その大量の買いのポジションが今逆に、まあ、解消されて、再度こう長期の流れの、まあ、売りが入ってきて下がりやすいっていうところにもある。まあ、それがまた拮抗しやすい場面なので、ここでまあ横の動きをしやすい。急激なこう上昇の後は、まあ、そういった理由からね、まあ、横の動き、まあ、レンジになりやすい、ところ。それイコールね、長期の流れと、まあ、短期の流れとかこうぶつかってきて、まあ、次の動き出しを待つっていう状況ですよね。で、まあ、木曜日、金曜日、これから週末、月末の動きっていうところを考えると、まあ、この辺りで、まあ、動きをなくして、まあ、次の動きは、まあ、来月、まあ、月の頭に持ち越される可能性が高いのかなっていうところで、まあ、現状の高値1.138、まあ、1.134、1.14、この辺りから、このネックライン100、1.133、1.13、この付近までのね、まあ、100ピプスぐらいで動いていくっていう可能性がね、まあ、高いのかなと。まあ、その先の長期の流れとしては、4時間のこの切り下げをブレイクしてきている状況なので、まあ、下がってきたら買われやすいっていうところは、ありますけども、まあ、その動き出しをね、まあ、短期足レベルで見ると、いやいや動きをなくしていく可能性が高いので、またね、再度、まあ、様子見の状況にはなってくるかなというところですね。で、短期足レベルで見ると、まあ、これだけ強く買われているので、まあ、どこでね、再度こう締め買いが入ってズドンと、まあ、抜けていくっていう可能性も、まあ、あるわけですね。で、まあ、それだけは注意して、もちろん下がってきたら短期で、その締め買いを狙いやすいところではありますけれども、もう4時間冷やしのね、その売りっていうところも、まあ、拮抗しやすいので、方向感を失って、上下にこう乱高下しやすいっていう場面、まあ、そこだけはまあ気をつけてね、見ていきたいっていうところですね。まあ、自分はもうしばらく様子見をしようかなというふうには思います。はい。まあ、そのところですかね。まあ、ユーロ円、まあ、ユーロドルと同様に、この切り下げを一旦ブレイクして、まあ、高い位置まで来たらね、売られやすいっていう状況が続いてきたわけですけども、それが今一回崩れてきたっていうところですね。まあ、ただまあ、レンジをずっと作ってきている状況、まあ、それがまあ明確に上抜けてきているわけではなくて、まだ、その方向性明確に出してきているわけではないっていうところなので、まあ、先日からね、まあ、ずっと様子見を続けてきている、まあ、自分はまあユーロ円ずっと様子見を続けてきてはいるわけなんですけども、まあ、この方向性がね、明確に出るまで、例えばこの高値、128.25かな。この辺りを、まあ、14か15、この辺りを明確に抜けるまでは、ここからの、まあ、売りってところはね、やはり優位性が高い場面にはなってくるのかなと。ただね、この切り下げをブレイクしてきたっていうところで、もう1段階上、120、130円か、130円近辺、こういった高値を目指してね、買いの力がかかる可能性はあるので、まあ、そこだけはまあ注意してね、見ていきたいっていうところではありますけども、まあ、繰り返し言うように、今月末週末の動きなので、まあ、レンジの中の動きとしてね、まあ、様子見をしていくのがいいのかなと。ここをまあ明確に超えていけば、そこからの押し目買いを130円近辺まで、まあ、狙っていける展開になると思うので、まあ、それまでね、我慢して待っていくのが良さそうかなというふうには思います。で、仮にこの高値を抜けてくる129.15、ここの揉み合いゾーンですね。以前作ってきたこの強い抵抗体を上に抜けてくるとすると、まあ、次、この、まあ、揉み合ったこのレンジの中にまた帰ってくるっていうとこですね。130.3円付近、130.3円付近と129.15、この辺りの100ピプスぐらいの範囲にまあ動いてくる可能性はあるのかなと。まあ、とにもかくにもね、現状いる抵抗体、これを明確に上抜けてからの、まあ、押し目買いを、まあ、狙っていくっていう、まあ、長期の流れでね、まあ、そんな流れにはなるのかなというふうには思います。まあ、そのところですかね。
これドレーン、再度ドレーンですね。現状で、以前こう抵抗体の下でこうレンジを作ってきた、これはドレーンの30分足ですけども、そういった位置での決着のこの4時間の押し目ですね。これが入りやすい場面なので、今日の日中、じわじわ戻りそうなね、展開は想定できる、狙える可能性はあるわけですけども、高い位置まで来るとね、ここで強く売られた流れからの戻り売りが入ってくる、返ってきやすい場面なので、やはりね、高い位置まで待ってからの売りっていうのが、安全で、値幅も取りやすい、値動きにはなってくるかなと。それを考えると、今日の日中はね、ちょっと様子見になる可能性はあるかなと。短期足レベルでのトレードは、できるとか、できると思いますけれども、長期の流れで見るとね、ちょっと、天井圏の流れが出てきやすいところなので、それを注意してね、週末を迎えたいなという、週末月末を迎えたいなというところで、今朝のチャート解説終わると思います。はい、それではね、今月もあと数日で、今年も 残り1月ですね。いろんな、結果良かった人、今年のね、結果悪かった人、いろいろあると思いますけれども、最後良ければね、すべてよし、終わり良ければすべてよし、だったりもするわけで、あとは最初にお伝えした通り、年末はね、もうすでに今年利益確定してる人、プラスで終えた人が、あまり無理をしなくなったりとか、1年の計画でもうすでにね、休暇に入ってる人とか、投資家の方でね、そういった動きも出やすくなってくると思うので、とにかく無理をしないってことですね。特にこう負けてる人だとすると、あと1月で焦ってこう利益を取りに行きたくなって、無謀な勝負をしたりとか、そういったおかしな心理状態も出やすくなってくるのが年末だったりもするので、特にその精神状態を変えることなく、いつもと変わらず、仮にあまり成績が良くなかったとしても、これまでと変わらずに、落ち着いた精神状態で、年末を迎える、チャンスがなければ我慢すると、年明け、また新しい年から始めると、チャンスがあれば、勝負すると、それは変わらずね、1歩も2歩も3歩も引いて、いつもと変わらずチャートを見ていくのが良い場面かなといったところで、今朝のチャートの話を終わろうと思います。はい、それではね、今日も一日張り切っていきましょう。